京対フェンデルの試合です。いきます、波動ファイト。まずはゴナ東京のステータスからご覧いただきましょう。1番奥川光大選手が5311、次ぐ選手 B 選手1135、対するフェンデル1番奥塩塩選手が5221、対するガーマル選手1135、そしてアンペースト選手1153というチャージできました、はい、先ほどアークエースやユニコーンを使っていたステータスですね。はい、さあまずは先制点ゴナ東京1点、はい、いやーさらに寄せ際うまい見てますね光大選手。ちょっとフェンディル側の動きがちょっと、はい、あの重なってしまうところがあるので、はい、ちょっとここをどのように修正していけるかですね。そうですね、ライフは体をエナジーゴール体すり抜けるので、はい、かぶってしまうと前の人ではなく後ろの人が道連れになってしまうことがございます、はい、さあここでツグ選手がさすがですね、さすが、はい、さあここで3対0、フェンディルまずはシールド落ち着いて割っていきたいところです、はい、だから本当にもうツグ選手はもう当てにいってますね。本当ですね、割るのではなく割りながらも当てにいく、はい、さあ残り10秒です。さあここからだフェンディル、さあ逆転できるか、ただゴナ東京側の羽根台数全然削れてないので、そうですね、さあここで試合終了、3対0でゴナ東京